皆さんこんにちは、がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は長生きにはやっぱりこの栄養素というお話です。長生きのために最も重要な栄養素というのは何でしょうか。もちろんですね、いろいろな栄養素をバランスよく摂取するというのが大切なんですけども、中でもですね、このタンパク質は、これ健康寿命を左右する栄養素であるということが最近の研究から明らかとなってきました。タンパク質は炭水化物、そして脂質とともに、三大栄養素の一つで、ご存知のようにですね、筋肉を含めて、体のですね、あらゆる組織を作る材料になる栄養素です。また酵素やですね、ホルモンの調節、それから免疫機能のですね、維持にも重要な役割を果たしています。ではですね、果たしてそのタンパク質をたくさん摂っている人は長生きするんでしょうか。今回はですね、タンパク質の摂取と、がんを含めたですね、病気による死亡率との関係についての研究を紹介したいと思います。まずは日本のですね、高齢者を対象とした最新の研究を紹介します。今年の8月に BMC ジェリアトリックスという雑誌に報告された論文で、これは川崎市におけるですね、高齢者の暮らし方と健康に関する学術調査、川崎元気高齢者研究というんですけども、この一環です。で、85歳から89歳までの、高齢者800人以上について詳細なですね、食事の調査を行いました。そして全体の摂取カロリーに占めるタンパク質の割合から4つのグループに分類しました。ちなみにですね、タンパク質の摂取が最も多いグループというのはですね、総摂取カロリーのうち 19% 以上がタンパク質を占めるということでした。で、その後ですね、平均で1200日、およそ3年半にわたって、がんも含めてですね、あらゆる原因による死亡率を調査しました。で、その結果、食事中のタンパク質の摂取割合が高いほど、死亡リスクが低いと、そういう関連が示されました。つまり、タンパク質をたくさん食べるグループの方がですね、長生きしていたということになります。で、こちらが実際の生存率のグラフですけども、これがですね、タンパク質をたくさん食べるグループで、こちらがタンパク質が少ないグループ、このぐらいですね、差が出るというふうな結果でした。というわけで、このですね、高齢の日本人を対象とした研究では、食事からですね、しっかりとタンパク質を摂っている人が長生きしていたという結果です。ではですね、がんによる死亡リスクはどうなるんでしょうか。次にですね、タンパク質の摂取と、がんによる死亡との関係を調べた、そういう研究を紹介します。これはですね、2022年、昨年ですね、報告された論文です。オーストラリアの70歳以上の高齢男性を対象として、食事内容の詳しい調査から、動物性およびですね、植物性タンパク質の摂取量を計算しました。で、このタンパク質の摂取量と、がんによる死亡率との関係を調査しました。で、その結果、タンパク質の中でも、植物性タンパク質を取れば取るほど、がんで死亡するリスクが低下する傾向が見られました。で、最もですね、植物性タンパク質の摂取量が多いグループでは、少ないグループに比べてがんの死亡リスクが 28% 低下していました。こちらがですね、実際のグラフになりますけども、このように植物性タンパク質の摂取量が増えるほどがんのリスクが低下していたということになります。一方で動物性のタンパク質は今度は摂りすぎるとがんのリスクが高くなっていました。これに関してはですね、日本人ではあまりですね、気にする必要はないと思うんですけども、赤肉と呼ばれる牛肉や豚肉をですね、食べ過ぎるのもですね、がんのリスクを高める可能性が出てきます。最後にですね、がん患者さんの食事におけるタンパク質の重要性についての研究です。これは膵臓がんの患者さんを対象とした臨床研究で、抗がん剤治療をですね、始める切除不能の膵臓がん患者さん38人を対象として、食事からのタンパク質の摂取量を調べて、その後の経過をですね、比較しました。で、その結果、食事からですね、タンパク質をたくさん摂っていた患者さんは、こちらですね、このように、タンパク質が少なかった患者さんに比べて生存率がですね、高くなっていたということです。で、生存率に影響する複数の因子の総合的な解析では、このタンパク質の摂取量が1日ですね、体重 1kg あたり 1.1g 未満であること
は 1.1g 以上に比べて死亡リスクをですね、およそ9倍にも高める、そういう因子だったということです。一方でトータルのですね、摂取カロリー量は、全生存率と相関していませんでした。つまりですね、カロリーはあまり関係なかったということになります。以上の結果より、健康な人でも、あるいはがん患者さんでもですね、長生きのために最も重要な栄養素はやはりタンパク質であるというふうに言えます。一般的に、高齢の方はですね、どうしてもタンパク質が不足しがちになりますので、タンパク質、特に植物性のタンパク質をしっかりと摂っていただきたいと思います。植物性のタンパク質は豆類、特にですね、豆腐や納豆、それから豆乳などですね、大豆食品に多く含まれていますので、こういったものを意識して摂っていただきたいと思います。で、先日発売となったこちらの本、がんにも勝てる長生きスープでは、タンパク質がですね、しっかりと取れる、そういうスープレシピを紹介しています。例えばですね、こちらの、鶏団子ときのこの味噌汁や、サバとキャベツの豆板醤スープなどですね。それからおすすめはですね、前回私が作ったこの鶏肉ときのこのコトコトスープですね。タンパク質もですね、たっぷり取れる長生きスープ、ぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とTwitterフォロー、ぜひお願いいたします。